ルース・ブラウン・スナイダーはアメリカの暴殺犯である。彼女は夫、アルバート・スナイダーを暴殺したとされ、1928年、ニューヨークの新進刑務所で、電気椅子で死刑を執行され、広く公表された写真に記録された。ルース・ブラウン・スナイダーは、クイーンズ区の主婦で、1925年に、既婚のコルセットのセールスマンヘンリー・ジャッド・グレイと、ジョージを始めた。 彼女はグレーの助力を得ながら、夫、アルバートの暴殺を計画し始めたが、しかし彼は気が進まないように見えた。一部の人々は、ルースの夫が亡き婚約者、ジェシー・ギシャードの写真を彼らの最初の家の壁にかけると、言って聞かず、彼女にちなんで彼のボートに名前を付けたとき、彼女の夫に対する嫌悪が見たところ始まったらしい、と主張する。アルバートはルースに、ギシャードは、 俺が今まで出会った中で最高の女だと説明したし、彼女は死んで10年になっていた。しかしながら、また一部の人々は、アルバート・スナイダーは、ルースを息子のではなく娘の誕生で非難しながら、完全に維持された家を要求しながら、自分の要求が満たされなければ、彼女とその娘ロレーヌの両者を物理的に攻撃しながら、 感情的及び物理的に虐待的であった。ルースは最初アルバートを説得し保険を購入させ、保険代理人の助力を受けて、もし予期せざる、暴力行為が犠牲者を殺したならば別途支払われる4万8000ドルの生命保険証書に署名させた。グレーによれば、ルースは少なくとも7回アルバートを殺そうとしたが、そのすべてで彼は生き残った。 1927年3月20日に、この二人組はアルバートの首を絞め、鼻にクロロホルムに浸したボールを切れを詰め、その後、不法目的侵入の一部として彼の死亡を演出した。ジュンサラは現場で不法侵入犯が家に侵入した証拠をほとんど残していないことに気づいた。その上、ルースの行動は、夫が殺されるのを目撃した。 怯えた妻という彼女の話と矛盾していた。警察は、ルースが説盗されたと主張する財産がまだ家の中にあり、しかし隠されているのを発見した。突破口が来た、それは、ある巡査が JG の文字が書かれた紙を見つけ、ルースにそれについて尋ねた時である。慌てた、ルースの心はすぐにグレーに向けられ、そのイニシャルも JG であり、彼女はグレーが、 この暴殺と何の関係があるのかを巡査に尋ねた。グレーが言及されたのはこれが初めてであったし、警察は直ちに疑った。グレーはニューヨーク州シラキュースで見つかった。彼は自分は一晩中ここにいたと主張したが、しかし彼の友人が彼のアリバイを裏付けるために、あるホテルにグレーの部屋を設置していたことが分かった。グレーは彼の行動についてルースよりも はるかに前向きであることが証された。彼は捕まり、クイーンズに戻らされ、ルースと一緒に訴えられた。ドロシー・パーカーは、オスカー・レバントに、グレーは、ロングアイランドからマンハッタンまでタクシーで警察から逃げようとしたと語った。パーカーによれば、彼は、注意を引かないように、運転手に10セントのチップを与えた。ルースとグレーは互いに食ってかかり、 互いがアルバートを殺した責任があると主張した。両者ともに有罪判決を受け、死刑を宣告された。ルース・スナイダーの死刑執行中の写真。トム・ハワードによって撮影され、翌日にニューヨーク・デイリー・ニュースに掲載されたルースは、ニューヨーク州を死人部の新審で収監された。1928年1月12日に、彼女は1899年のマーサ・プレイス以来、 新神刑務所で死刑を執行された最初の女になった。彼女は元恋人ジャットグレーの10分間前に電気椅子に行った。彼女の死刑執行はトム・ハワードの足首に固定されたミニチュアプレートカメラの助けを借りて電気が彼女の体を流れた瞬間にフィルムに捉えられた。彼はトリビューン所有のデイリーニュースと協力して活動している。 シカゴトリビューンの写真家である。ハワードのカメラは後に発明家、ミラー・リース・ハチソンによって所有され、その後、スミソニアン博物館の国立アメリカ歴史博物館のコレクションの一部になった。ルースはブロンクスのウッドローン持に埋葬された。彼女の大意はメイ・アールと書かれ、彼女の死亡日を含んでいる。ロレーヌ・スナイダー・アルバートとルースには一子。 ドレーヌという名前の娘がいた。彼女は父親の暴殺の時に救済であった。1927年5月の母親への死刑判決宣告に続いて、この子供の世話に関して、両親の親戚の間で法的な論争が起こった。アルバートの兄弟ウォーレンシュナイダーは、ルースの家族のメンバーではない法廷貢献人を任命することを許可するように請願した。ルースの母親、 ジョセフィン・ブラウンもこの少女の看護権を請願した。ロレーヌは暴殺以来、ミセス・ブラウンの世話になっていた。ロレーヌは母親の死刑執行の時に彼女が住んでいたカトリックの施設に母方の祖母によって正式に配置された。ルースは自分の娘が最後の訪問のために刑務所に連れて来させられないことを要求した。1927年9月7日水曜日に、 ジョセフィン・ブラウンはこの少女の貢献権を授与された。この間にルースが夫の生命に保険をかけていた保険会社との論争があった。3万米ドル相当の一つの証書の保険金がコンテストなしで支払われたけれども彼らは4万5千ドルと5千ドルの価値がある他の二つの証書を無効にする訴訟を起こした。1928年5月までにこの保険会社は ドレーヌの維持のために4000ドルを利用できるようにした。1928年11月に裁判所はそれら証書が不正に発行されたために保険金を受け取れなかったと知り、事件の裁定は達成された。判決時にルースの家族を代表して行動している弁護士は裁判所に家族が貧窮しており、事件の悪名のために家を売ることができないという理由で、 印刷された記録なしで上訴することを許可するよう求めた。1930年5月までに上訴で2つの証書は無効であるという裁定が下された。ルース・ブラウン・スナイダーの墓ウッドローン墓地、ルース・スナイダーは死刑囚官房に監禁されている間に封印された手紙を一通書き、ロレーヌに彼女が理解できる年齢になったら渡すように要求した。ロレーヌは 母親の執行の一年後に、どうやら両親が両方とも死んでいることを知っているらしかったが、しかしどちらの死亡の仕方も知らなかった。ありがとうございます。